白鷹火山の地形図白陽山は、山形県西沖多摩郡白鷹町、東村山郡山辺町、南陽市の市長協場にある火山。100から80万年前に活動。標高994メートル。白鷹丘陵の手法であり、奇跡安山岩内市デーサイトで形成された火山帯で、周辺には岩くずなだ誰の堆積物が分布している。 山頂から山腹にかけて、溶岩、溶岩ドーム、火砕流、軽石流堆積物、被災岩などが分布している。北東部には崩壊カルデラがあり、北東約9キロメートル余りに伸びている。白溶山は、地元の住民にとっては、農業、養蚕の神として、山岳信仰の対象とされたとするのが通説である。ただし、江戸時代後期の白溶山を取り扱う。 米沢領内の名所などを紹介する、米沢寺石港や、米沢地名船などでは、カイコガミ信仰について触れていないので、カイコガミ信仰は少なくともこれらの著作成立以降であるとする考察もある。山頂には、日本語大国像の一つとされる、福密大国像村がある。白洋山の歴史は、奈良時代から始まる。高創業期がこの地を訪れた時、白い高が飛来し、 そこに国造菩薩が権限したという。そこで山頂に国造菩薩を祭り、この山を白洋山と命名したという伝説がある。白い鷹の住む霊山として信仰を集めたのである。また、冬に雪を抱いた姿が羽を広げた鷹に見えることから名付けられた説もある。麓の白鷹峠は、米沢に漁師た立て市、上杉市にとっては重要な交通路であり。 関ヶ原の戦いと同時期に行われた慶長では合戦では、清潔な対却戦の舞台となった。江戸時代には、米沢城東北の鬼門守護として、米沢藩より大切にされた。倹約経営で有名な米沢藩主、上杉春則の遥山という隠居後の号は、白遥山から取られたとされる。山頂近くには、国土交通省白高無線中継所。 山形県防災行政無線修羅高局、気象庁の雨量観測レーダーがある。なお、気象庁レーダーサイト所在地は、一等三角点となっている。上杉鷹山のすべての上杉鷹山と産業省令参照。ありがとうございます。